はい、意味不明なイントロでございます。添地マックスでーす。です。はい、どうも添地マックスです。さあ、またガチャをね、回してきましたよ。海洋堂カプセル級ミュージアム、アーマードコレクションスカル、戦えドクロマン、骸骨アメリカ兵デブグル、武器編2回目です。武器編だけ2回目です。同じ仕組みでトルーパーとか出てくれるとすごく嬉しいけどね。それはとても無理かな。でも戦国の足軽とかでもいいな。まああくまで希望ですが、ちっちゃいアクションフィギュアって感じですねこれね。次は違う武器が出てくれるといいな。開けてみます。何が出るかな。お、やった。これは違うぞ、これは違うぞ。これはなんだ、 M4 か、 M4 か、416か、 416D かな。HK416D アサルトライフル C タイプ刀傷ヘッドのようです。開けよう開けよう。台座が入っております。台座、そして416。あー、これ塗ってあげたいなー、416。あー、今時ですね。こうブースターもついてて、ホロサイトとブースターですね。で、これはあれか、グリップですね。フォアグリップ。あ、いい出来ですね。やっぱすげえな。手と頭と入ってると、こんだけ入ってます。よし、じゃあちょっとつけてみましょう。この間のこれバレットさんですが、バレットちょっと一辺おろしの、416を持ってくれますか。こうかな。はい、こんな感じでどうでしょう。416構えてるね。あー、構えてますね、構えてますね。なかなか面白いアクションフィギュアではありますね。お、はい、レディーになった。ターミネーターって感じするよな、でもな。出来はいいですね、やっぱり。骸骨にした方がこうやって分かりやすい関節になるからな。モテたモテた。いいですね、いいですね。こうグッとこうね、グッと狙う感じがいいですね。ナイトビジョンでグッと狙う、いいな。海洋堂カプセル級ミュージアム、戦えドクロマン、骸骨アメリカ兵デブグル、武器編 HK416D アサルトライフル C タイプが出ました。これはでも何体か並べたくなるね。あー、 MP7 もいいなー。